はい、どうもです。今日はですね、スプラトゥーン2が7月16日までコラボ、テトリス99とコラボしてるみたいなので、今日はテトリスやります。スプラトゥーン仕様になったテトリスがどのようにイカちゃん仕様になったのか気になったので、テトリスやっていきたいと思います。まあでも少しね、楽しくてやってて、ランクも21、見て、ランク21って書いてるんですけども、ちょっとだけねやってたんでね。背景がさ、タコみたいにない？右にこんなキャラいたっけ？でも一応スプラトゥーン仕様になってるのか、曲もスプラトゥーンになってるみたいなんですよ。それも踏まえて聞いていきたい。右側にいるこのなんだ、魚みたいな魚みたいな、これなんか見たことあるかも。右下のイカインベーダーだよ。なんなら左下ドクターマリオのさ、カプセルあるよ。俺は気づいてしまった。テトリス以外のところで盛り上がっていると。曲がスプラトゥーンだ。ほら、どうしよう。じゃあテトリスってさ、溜めていくんだよ。こうやって右側を開けといて、あえて開けといて、こうやって溜めていくんですけど、これまだね、上手くないから。どうしよう。あ、棒欲しい。棒、あ、棒持ってたわ。棒使って、くそくそ、ちょっとさ見にくいね、スプラトゥーン。やばい、来る。これはまず棒で打っといて、あ、待って、どうしようやばいやばいやばい、くる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 、やばい、置く場所ない。あ、死ぬ。やばい、消し、まあ、もうさ、消した時にさ、なる音がさ、スプラトゥーンなんだよね。消して、いこう。棒が来たから、棒をうまく使いたい。もう一回棒欲しいな。棒来た。うわ、死ぬ。あぶねえ。あ、これ棒来たらいい感じじゃない？消して。消して棒取っといて。あ、ちょっと待って、これもう死んだかもしれない。ミスった。死んだ。やば！ちょっと待って、66位。うわー。あと、ちなみにこれ100ポイント。100ポイント貯めると、スプラトゥーンカスタム仕様のが、コラボしてない時も使えるみたいなので、とりあえず100ポイントまで貯めようかなと思います。66位って。あ、てか、文字がスプラトゥーン仕様になってる。5ってどこまでがスプラトゥーンだ？ちょっと今回さ、しっかり勝っていきたい。これ貯めとこっか。貯め、ストックできるんだよ、このゲーム。だからテトリスってゲームはストックできない。ぷよぷよできないんだけどね。あんま高く積みすぎると狙われちゃうから、これとどめ打ちにしとこっか。これもね、結構重要なんですけど。あ、これは、一旦、こうだな。あー、ちょ、俺、形下手だね。俺の形下手だわ。一回棒で消すか。もう、ウェーンで曲もスプラトゥーンだね。イカちゃんが喋ってる、イカちゃんが。あー、まずいな。一回消して。で、待って、めっちゃ止まってね。めっちゃ狙われて、ね、なんでこんな狙われてんの？死ぬ。なーい、これ。もう、90位って。なんか全部見たことあるな。スプラトゥーンのフェスとかで見たことある。なに、カウションって何？カウション。あ、狙われてるってことか。全部スプラトゥーンの文字になってる。すげえ、全部スプラトゥーンだ。あ、どうしよう。難しいね、これね。こうし
して、こうして、こうして、こう、こう。おい。で、おい。どう？いい感じ？あ、これは合わないから、一回こうして、ストック作っていこう。お、いい感じ溜まってるよ。今回めっちゃいい感じじゃない？で、これ、ちゃんと発火しないと。行くか！行くべ！テトリスしていく。まず1テトリス。これ消すか。ちょっとやばくなったら一回消そっかな。あ、これまずい。あ、こっち。で、こう。で、こうして、これ使いづらいな。こうして、こうだな。はい。あ、で、右側開いたから、これ長い棒差し込めば、テトリスができると。今回いいね。ミスらないようにしないと。あ、これ消しとこう。あんま積みすぎると、とどめ打ちってやつで狙われちゃうみたいなんで、あ、これ2連じゃいくね。ダブルテトリス。これでめっちゃ消えた。よし、溜めとこう。また溜めよう、溜めよう。長い棒もね、蓄えたい。そうそう、で、溜めすぎると良くないみたいなんで、コンスタンスにちょっと消していかないといけないな。あ、これ消しちゃおうか。で、消して。あとね、テトリス以外にも、T スピンって言って、あの T 字型のね、やつをしっかり回していくと火力が出るみたいなんですよ。それもね、狙いたいんですけど、狙いたいんだけど、俺まだできないから、あ、これやばい。テトリスしよう。俺まだできないから、やらない。できないことは、やらない。これテトリスいっちゃおう。それで試すぎると良くないから、今見て消す。やっぱさ、初心者の人ってさ、なんかうまくいかないよね、テトリスね。初めてやってさ、ボコボコにされてさ、やる気なくなるよ、初心者狩り。うわ、これきつくね。うわ、これ帽子。起きたけど、もう一個し。やばい、くそ、52位って、こんなにテトリスして52位か。全然ダメだな。はい、今チェックしました。で、俺はとどめ打ちにしとこう。ねえ、なんかめっちゃ狙われてるんですけど、いきなり。僕なんかしましたか？俺、お前なんかしたか？何もしてないじゃろ。なんで狙われなきゃいけないの？目の敵的な？最近街歩いてたらね、変な人にね、規制を浴びせられたりするんですよね。ほーみたいな。困ってるんですよね、なんか。人相が悪いのかな？俺の人相が悪いのかな？服装とか、ダサいからかな？すげえ恥ずかしいんですよ、なんか規制浴びせられて。って言ってたら、なんか死にそうになってるんだけど、大丈夫か、俺。ふぃー、あいー、あいー、さあ、5! これ5っていう数じゃん、連って言ってね、連続で消していくと、まあ、それも火力が出るみたい。まあ、火力作り上げるゲームかな、これ。あと、死なないように立ち回る。あ、てか、死なないこと大事かもね、なんか、積むんじゃなくて。積むんじゃなくてさ、死なないようにさ、こうやってさ、テトリスをさ、どんどん消していくっていうの大事かもしれない。最初の方さ、なんか、何も考えないでさ、消すのありかも。ちょ、消してこっかじゃ、今回、コンスタンスに。死なないようにしよう。死なないことを、ちょ、心がけよう。これどうしよう、ここだな。で、こうして、ごめんね、もしほんと上手い人いたら、指導してください。きっと私よりも上手い人なんて、5万人いると思うんで。もっといるな。テトリスはね、お母さん世代、僕のお母さん世代が好きなんじゃないかな。昔携帯ゲームでテトリスあったんですよ。これあんまね、携帯昔から持ってたわけじゃないんだけど、ま、中学生の頃が持ってたんですけど、なんかゲームができる携帯持ってなかったんで。当時パカパカ携帯なんですよね。今みんなスマホじゃん。当時はね、折りたたみのね、携帯だったんですけど、お財布携帯とかあって、携帯がお財布になったら、あ、今でもできるか。今スイカとかできるのか。じゃあ知ってるね。懐かしいな、あの時代。くそ、なんか、喋ってたら全然できない。なんか右と左にめちゃくちゃ積んでるんだけど、俺。大丈夫これ。あ、一回ここ入れちゃった。で、こう。OK、死なないこと大事で59位まで持ってきました。なかなかいいのではないでしょう。これやばいから一回消そう。
だからやばいと思ったら消そう。大事だ。連して。連して貯めます。オッケーオッケーオッケー。いい感じ。ほんね、うまい人ってね、先の2個3個見るんですけど、俺まだそこまでいかないんだよね。右側にさ、あの、次に出てくる手とが見えるんだけど、この手とをね、見てやるんだよ。うまい人は。やばい、めっちゃ溜まってきた。消す。消す。あぶねえ。あぶねえ、誰かが狙われてたね、今ね。危ないね。目の敵にされてるわ、やっぱ俺がダサいから。目出せんだよ、って。ああ、これどうしよう。ああ、一回ここだな。一回積んじゃって、難しいな、これ。こうして。こうしてって言うけど、俺下手だからな。解説もできないしさ、なんも言えねえよ。もう必死で頑張ることしかできねえ、俺。うわー、これ溜まってく。右側に溜まってく。うん、消してく。今どんな感じ、今何位俺。それすらもわかんないんですけど。やばいな、隙間作っちゃいけないんだよね、このゲーム。隙間作っちゃう、下手だから。やばい、どんどん溜まっていくんですけど。あははは、くそ。ない ?26 位か。はい、マッチングしました。ということで、いきなり私、狙われてるんですけども。最悪ですね。いきなり狙われてますよ。目の敵よ。だって学校の先生にもさ、よく怒られてたんですけど、目の敵にされてて、まあ、中学校ぐらいの時なんですけど、なんかね、警戒されてたの、先生に。別に悪いことしないのにさ。なんかね、昔からね、俺ね、貧乏くじ、あ、これスライドさせればよかった、バカ。バカ、これスライドだったよ。手消すか。手消して。あ、ちょっと待って。なんかめっちゃ狙われてる。めっちゃ狙われてるよ、俺、今。やばいよ。やばい。やばい。めっちゃ狙われてた。あ、でもコンクリだと大丈夫だ。消せた。消せた。うまくなんとか逃げ切れた。逃げ切ったぞ。やばかったんだよね、さっき。今もちょっとやばいかも。え、だからなんか、めっちゃ狙われてる、俺。ね、そんな狙わないでって、何人も何人も狙っちゃダメだって。一人狙いじゃん。ずるいじゃん、そのずるじゃん。もう間違えて押しちゃったじゃん、焦って。で、ずるだって、何人で狙うのって。ダメなんだって、一人狙いは。ふざけんなよ、このゲーム。あ、ちょっと待って。初動二人狙われてまーす。僕、初動二人狙われてまーす。危ないでーす。やばいでーす。こんな笑うしかないでしょ。ふざけんなって。こんな笑うしかないだろう。わあ、100点いった。やったー。一回も1位取れなかったけど、スペシャルテーマを獲得しました。カスタマイズ画面で変更できます。よかった。ついにゲットした。よかった。頑張った甲斐があった。